まあでも銃をちゃんと貼っとけばいけそうな気はする。どうもエルザです。それではダークソウル3やっていきたいと思います。さて、今回はいろいろとね、進んだので竜の錬兵場行きたいと思います。で、英雄の軍団倒した先の棺の祭事所があったと思うんだけど、あそこね、もう一回調べてたのよ。なんか気になるなってか、形変だなっていうところあって調べてたら、なんかね、アイテム手に入ったんだよね。大事なものだったかな。そうそう、カバタンの瞳が手に入って、ま、これをね、なんか使うのかなと話しかけたんだけど、特に何もないんで、ま、このあたりを、また、使えれば使っていこうかなって感じかな。やっていきましょう。竜ね、錬兵所。いやー、何が待ってるかなー。まあ、ボス戦はボス戦なんだけどさ、何が出てくるかだよね。しかもそこにたどり着かないといけないから、結構大変なんだよなー。正面から行けるのかな？だよね、騎士いるよね。ほら、来た来た。あ、いや、こっちじゃねえな。やるべきはこっちじゃねえな。そうだわ。ショートカットできてたのすっかり忘れそう。さあ、どうなるやら。どうもー。今、竜いたよ。いや、おー、びっくり。さあ、ほい、ほい。うえー、そのやばこの武器かっこいいね、相手のね。やばっ。マジか。あー、しかも壁壊れてる。ちょっと待った。なんか、なんか動いてる後ろ。やば、やばいやばい。ちょっと、ちょいっと忙しいね。なんか来たね。飛んできてるね。忙しい。待って。まあでも銃をちゃんと貼っとけばいけそうな気はする。
ただドラゴンがどっちから攻撃してくるからなんだよな、見てる感じ。やばいやばいやばい。いやー、後ろはきつい。ほいほい。よし、倒した。ちょっと待って、あれも倒すの？あ、そんなことはなかった。ゆずがりの鎧ソウルゲットを倒しちゃったまた倒しちゃった。あ、すっごい飛んでいってるよ。あー、でも確かにここはドラゴンが、何体も確かに出てきてたから、そういうことか。関係ないらしいね。ええー。ねえ、そうめんみたいだよねー。きったねえ、そうめんやわ。さあ。無事、ドラゴン倒してしまったんで、レベルアップ行きましょう。だね。目について。で、これが、竜狩りの王の。はぁ、まあ、力40なんだよな。盾か。あー、26。あ、めちゃくちゃおみいじゃん、これ。あー、ただ、雷のカット率はめちゃくちゃ高いんだね。これ、ちょっと、そうだな、武器より盾欲しいから。ちょっと防御力とか攻撃力上げていこうか。あー、カブタンの人に渡す。はい。はいの方、これは瞳でしょうか。ありがとうございます。はいの方、きっとこれがカブタンのなくし物なのですね、と。まあ渡せたけどっていう感じか。まあ、買うものはない。まあ、特にね、強化するのもね。ないんでね。いっちゃいますか。さあ、何が出るかな。今、それこそあれなんだよね。二ついけるんだよね、ルート的に。ここまっすぐ。いけるのと、あと城内まだ探索しきれてないところがあるから、そこを探索みたいな。まあ、開かないよね。ん？何この意味ありげな感じ。なんもない。そしたらどうしよっかな。こっち行きたいけど、戻って、城内探索しよっか。せっかくだしね。いや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 、まさかな、ボスあんなあっさり倒せると思ってなかったわ。そうだね。レベルが今 ?83。あー。それなりに高くはなってんのか。
赤い累積。あー、なるほどね。降りて、あそこにたどり着くと。ちなみに今のは、あー、HP が大きく減るとね。何割減るかだよね。錆びついたどうか。お。うろこ。ミミックじゃないのは嬉しい。これは？仕掛けが動かない。仕掛けが動かない。はあ。何かのショートカットってことか。ちなみにこれ。あ、大丈夫だね。ライフ的にきついかなと思ったけど。あれ、回収してコッペンでじゃあルート戻ろうか。鈴。そうだね。戻りましょう。さあ、奥に進んでいこう。あ、でもまた上がり火か。近いな。さて、二つ道があるけど。大書庫の鍵、ゴッドヒルトの双剣。ゴッドヒルトさんのやつか。回転。うわー、かっこいい。使い勝手はね、双剣いいよね。でも確かにゴッドヒルドさんここでやられてるわ。大書庫。次、書庫か。じゃあこっちは？やっぱ仕掛け動かないんだ。まあ、なんかあるんだろうね。ちょっと待った。いつぞやのボス。え、あれ、雑魚で出てくるの？あいつ。おぉ、ちょっと待ったー。上からか。しかもめっちゃ燃えてる、あいつの武器。あー、強くなってんなー。はい。しかも削れるし。おぉおぉおぉ。上なんだけどさ、どこいる？見えないんだよなー。よし。どこどこ？
おお、びっくりしたー。いて。おお、なんかろうそくみたいな人いる。逃げよ。嫌な感じがする。意外と強かったわ。で、いーってなんか飛んできた。あー、ちょっと待ってね、火でしょ。これああ。良くなったね、動きがね。頭をローにつける。ローにつける。ああ。あ、装備関係ないんだね。ああ、すっごい。すげえ、つらしてんな。これがなんか関係あるのかな？赤目か。ほいほい。ちょっと広い場所で。あー、硬いねー。あー、シールドバッシャーしてこなかった。助かるー。よし、かけら。70.2。そしたら、うろこゲット。だよね。結構ね、後ろから息遣い聞こえてくるから、わかるっちゃわかるんだよね。ま、とりあえず。あー、なんかショートカットっぽいのが。あるのかなー。まあ、鈴だねー。で、塊。あー、最初のところか。じゃあ、あの魔法使いどこ行ったんだ？おお、なんか出てるて。ああ、やっぱそういうこと、呪いか。あーはー。面白いことするねー。
あ、でも一撃で死なないんだったら。そこまで怖くはないんじゃない？あー、で、頭のローが取れてる。なんか意味あるのかな、頭のローは。いや、普通に気づかなかっただけか。うん。あーはあ、なるほどね。呪いはきついねー。うん。おお。塊で。あの野郎。いてぇ、何が飛んできた？真上になんかいんのか。はい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 。はい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 。とりあえずアンチっぽいところ出て、コッペン、なんかウィーキうーっぽいね。よし、あれ来ない、マジで。あー、バレてないと思って出てるわけか。8は低いな、いくらなんでもね。さあ、ちょっと頭のをつけて、でもこれどっから？ああ、レバー引いたけど、そこ通じてないもんね。上か、そうなると。痛い痛い痛い。よいしょ。いい組み合わせだね、敵のね。ほいほいほい、はい、よし。いやー、痛いねー、あれ。あー、で、上に登ってこれたわけね。なるほどね。あそこだよなー。とりあえず2発で倒せるのはでかい。
あー、落ちてる本も、そうだね、落ちてる本も一応効果があるみたいな。ない？隠しと、あれ怪しいよねー。あ、ですよね。しかも出てくるのがイルシールかー。痛い痛い痛い。ああ、やっぱ弓で移動するタイプか、弓てか。やっぱきついね。で、イルシールいるね。よし。そう、イルシールは危ねえ。回復しててよかった。そうなんだ、イルシール、避けきれんのが辛いんだよな。おお、なんか手に入った。外星騎士。いや、あれじゃあイルシールじゃないってこと？厳密には。あー、軽いね。はいはい。イルシールの中でも強戦士タイプっていう感じだね。あー。って感じだね。軽い、軽いけどね。今のままでもいいかな。で、終わりと。うわ、あの、魔法使い、やべえな。厄介すぎるよね。落ちてこないね。え、どこ逃げた？よし！ 6 回切れるのはでかい。ちょっと待った。なんか手に入った。
これか。いや、違うな。早めに押しすぎて。まあ、いっか。まあ、いっか。あー、これで。あーはー、これで動くようになるんだ。はい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 。で、ここ開けて、よっ。いや、これ?あー、ここにつくわけね。じゃあ、ショートカット完成だね。8万か。8万捨てがたいな。痛いっすね。ほい。右側からさすがに来ないよね。来たわ。そうなんだよな。本が邪魔なんだよな。いってー。いってー。それはいてー。いやー、ちょっとチクチクタイムしよう。いやー、騎士がいた方かなー、いけるんだったらねー。ダメ、あー、届かない。辛いなー、それ届かんのかー。呪いやばいね。とりあえずおとなしくしよう、ここで。あー、なるほどね。ローの状態は固まんのか。はい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 。あーはい、呪われたね。あー、やられた。はい、ということで、今回の動画はここまでにしましょうか。あー、9万ぐらいが吹っ飛んだな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。